ジョシュア・ウィリアム・ルーキーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ハイランドハイツ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2019年現在は、メキシカンリーグのユカタン・ライオンズ所属。NPB では、ジョシュ・ルーキーと末尾は伸ばさない登録名だった。2007年の MLB ドラフト16巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され契約。2008年5月に強姦容疑で逮捕され、 司法取引により42日間の交流の後保護観察処分とされた。2010年7月9日にクリフリー、マークローとのトレードでジャスティン・スモーク、ブレイク・ベバン、マット・ローソンと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。その直後、レンジャーズ時代に起こした強姦事件の詳細が明らかになり、現時点でも保護観察中であり、マリナーズが 不助暴行撲滅キャンペーンを行っていることもあって、メディアやファンから保護観察中の選手を獲得したことに対する批判が高まった。マリナーズ側は事情を知らなかったと説明したが、スカウト部長が解任される事態に発展した。2011年は開幕ロースターに入り、4月3日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。3トの往復もあり、 最終的に25試合の登板で防御率は6.06だったが、投球内容から算出するフィップは3.24であった。2011年11月27日にジョン・ジェイソットのトレードでタンパベーレーズに移籍した。2014年は開幕ロースター入りしたが、25試合に登板し、1勝2敗、防御率5.64と結果を残せず、6月7日に、 ディーフとなった。6月9日にトリプル A 級ダーラムブルズへ降格した。2015年はメキシカンリーグのシューダーデルカルメンドルフィンズと契約。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2015年12月24日に東京ヤクルトスワローズと契約を締結したことが球団から発表された。2016年は主に8回を任され、秋吉良と共に 勝利の方程式を担う。最終的にリーグ3位の69試合に登板し、リーグ3位の33ホールドを記録した。この活躍が認められ、2017年シーズンの残留が決定した。2017年もセットアッパークローザーを任され、61試合に登板し、防御率に点台を記録したが、契約交渉が難航し、オフに対談となった。 2018年はメキシカンリーグのドゥランゴジェネラルズと契約したが4月21日にトレードでモンクローバスティーラーズに移籍2019年はプエブラ・パロッツと契約したが開幕から19試合の登板で防御率3.98ホイップ1.52を起きし、5月22日に解雇となった5月27日に独立リーグアトランティックリーグの ロングアイランドダックスと契約。6月27日にメキシカンリーグのユカタンライオンズに移籍。女子ルーキーに関するカテゴリー。ありがとうございます。